バイルミュンスターは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州議院行政管区の、リムブルクイコールバイル軍のマルクトフレッケンである。バイルミュンスターは、タウヌス山地の北斜面、ラーン川支流のバイル川の谷に位置している。最寄りの大きな都市としては、北東にブッツラー、東にブッツバッハ、南東にウージンゲン、南西にバートカムベルク及びリムブルク、アンデアラーンがある。 バイルミュンスターは、北は、バイルブルク及びブラウンフェルス、東は、バルトゾルムス、南は、グレーベンビースバッハ、バイルロート及びゼルタース、西はフィルマー及びバインバッハと境を接している。バイルミュンスターの地区図自治体としてのバイルミュンスターは、アウデンシュミーデ、アウレンハウゼン、ディーテンハウゼン、エルンストハウゼン、エッシャースハウゼン、ライムバッハ、ランゲンバッハ、ラウブゼシュバッハ、 リュッツェンドルフ、メッタウ、ローンシュタット、バイルミュンスター、ボルフェンハウゼンの各地区からなる。クビウのバイルミュンスター地区は人口約9000人のこのマルクトフレッケンで最大の地区であり、医療施設があり、買い物ができる町の中心である。バイルミュンスターは1217年にウィルマンスターとして初めて文献に記録されている。 しかしこの時にはすでに教会がある村と記述されている。これは、この集落付近に所領を有していた古田修道院が9世紀以後に教会を建設したことを示している。現在の福音主義教会は16世紀に建設された。四角形の防衛塔は1300年頃の建物である。バイルミュンスターで1601年から定期的に死が、 開かれていたことが証明されている。バイルミュンスターはアムとバイルミュンスターのアムと所在地であった。この村はナッサウ領に属しており、医療分割によりナッサウバイルブルク領となり、1806年からはナッサウ広告領1866年9月のプロイセン王国による併合以後はヘッセンナッサウ州に属した。バイルミュンスターの工業化は早くから始まった。 1421年には、アウデンシミーデに、バルトシミーデがあったことが証明されている。1495年以前に早くもメールバッハ行で、銀、鉛、銅が採掘されており、何世紀もの間ラーンボンチで、最も採掘量の多い鉱山の一つであった。16世紀末には、バイルミュンスターに鉱路を有する、精錬所が存在した。それに伴って、鋳造業者や、 その他の金属加工業者が住み着いた。30年戦争の間に金属加工業は衰退したが、1655年には再び航路が稼働した。1712年、ナッサウバイルブルク政府は木炭生産のために荒廃した森を保護するために、精錬所の閉鎖を命じた。アウデンシミーでは唯一の精錬所所在地として存続した。 アウデンシミーデ工場は1798年に新興のブーデルスコンツェルンの所有となり、1930年までその主力工場の一つであった。しかし工業発展の時代は短期間であった。ラーンタールに道路が整備され、さらにラーン川が航行可能になると、それから離れたバイルミュンスターは不利な立場に置かれた。1860年のバイル通りの建設は遅すぎた。 鉄道がバイルミュンスターに到達したのは1890年になってからであった。1897年に建設されたバイルミュンスター療養介護施設は国家社会主義の時代に精神病患者や障害者の強制的排除に利用された。患者たちは故意に食事を与えられず介護の怠慢によりあるいは薬物の過剰摂取により システマチックに殺害されていった。1937年から1945年までに、ここでユダヤ人患者を中心に6000人以上が殺害された。国家社会主義の患者殺害に関与したことによる、この施設の職員に対する捜査は1953年に完了した。現在のこの町の地区のうち、メッタウは802年に最初の記録が残されている。 ラウブゼシュバッハは897年、ボルフェンハウゼンは1194年、エッサースハウゼンは1233年、リッツェンドルフは1234年、ディーテンハウゼンは1301年、エルンストハウゼンは1309年、ライムバッハは1344年、ランゲンバッハは1335年、ロームシュタットは1355年、 アウレンハウゼンは1565年が初出である。16世紀後半、大部分が農業に従事するバイルミュンスターの住民により、領主に対して暴動が起こった。原因は、ナッサウ・バイルブルク博アルブレヒトが、バイルミュンスターの町が所有していた森、ブルンベルクを譲渡するよう要求したことであった。この要求は1563年7月1日の ディーテンハウゼナーラントシトラーセでの集会で住民に提示されたが拒否された。これに対してハクはバイルミュンスター住民を森から排除し、その封鎖の過程で住民二人を逮捕した。町は封鎖を解除し、逮捕者を釈放するようシュパイアーの帝国最高法院に訴え出て聞き入れられた。その後ハクは町に対して森とハクが持つバイルミュンスターの所領に関する。 その他の権利との交換を提案したが、町はこれも拒否した。するとアルブレヒトは、ブルンベルクに関する禁令を発し、1563年11月10日の夜に騎兵と不評で、バイルミュンスターに侵攻した。兵士たちは4人の農民を殺害し、多くを逮捕した。その翌年、アルブレヒトは、バイルミュンスターの不益を増やし、対価を支払わなくなった。 農民の多くは不疫を拒否し、改めて帝国最高法院に訴えた。白はこれに罰金を課し、支払いがなされなかった場合には、家畜や、後には不動産や農機具まで差し押さえた。この紛争は、その後、約20年間にわたって、大きな進展なく停滞した。農民側からは、帝国最高法院へ常に、新しい文書が提出され、話し合いが持たれ、 さらには皇帝に請願が行われた。白川はさらなる差し押さえ、逮捕、追放で、これに応じた。差し押さえ、裁判費用、逮捕及び追放による労働力の喪失は、バイルミュスターの多くの住民に大きな負担となっていた。アルブレヒトは1566年に町の所有物を抵当として金を貸すことを禁じた。これにより町の経済的余裕はさらに失われた。 白は紛争への関与の度合いが大きくなかった周辺の9つの村と1571年に紛争の朝廷に成功した。バイルミュンスター内では農民たちと町長のクリスティアン・バイスマン及びユダヤ人との間の緊張が長年にわたって高まっていった。町長は白の地元における代表者であり、ユダヤ人は再建者であり、 白の指示で差し押さえられた財産の利用者となっていた。ナッサウ・ディレンブルク・白ヨハン6世のベッテラウ、白連合を介しての調停努力により、アルブレヒト・白とビルミュンスターの少数派住民67人との間で紛争の解決がなされた。翌年皇帝ルドルフ2世は、ついに、マインツ選定校と帝国都市フランクフルトを座長とする紛争解決のための委員会を設けた。 これと並行してアルブレヒトは紛争に加わっていた自治体をバイルミュンスターから切り離していった。アルブレヒトは委員会の解決案を拒否し、1587年9月4日にバイルブルクで開催された集会でバイルミュンスターの抵抗者たちを脅迫し、最終的にはその家族を追放してその全財産を没収した。その結果、町の多くが白に服従した。 同年11月には、領主に対する要求を指示したのは53人、すなわち、住民の1、3だけになっていた。1588年2月までにその数はさらに、減少し、事実上追放され、放浪者となったものだけになった。アルブレヒトは、その後、負債の一部を免除し、森の全域を手に入れた。残った負債は、バイルミュンスター住民が、その後返済した。 ヘッセン州の地域再編に伴い、1970年12月31日に、それまでのオーバーラーン軍のマルクトフレッケンバイルミンスターに、独立した町村であったアウレンハウゼン、ディーテンハウゼン、エルンストハウゼン、ライムバッハ、ランゲンバッハ、ラウブーゼシュバッハ、リュッツェンドルフ、メッタウ、ローンシュタット、ボルフェンハウゼンが、自由意志に基づき融合し、 新たな自治体バイルミュンスターが成立した。1971年12月31日にエッサースハウゼンがこれに加わった。これら12の旧町村はヘッセン州の市町村法に基づき、地区議会と地区長を有する地区を形成している。以下のリストはバイルミュンスターが属した両方及び行政体を示したものである。 バイルミュンスターの町役場バイルミュンスターの町議会は31議席からなる。第二次世界大戦後の町長を列記する。紋章図柄、銀字に2本の塔を持ち、塔の先端と長塔の破布の先に金色の帽子をいただく青い屋根の境界の南西からの姿が描かれている。左上は青字で7つの金色の長方形が散りばめられた中に直立して、 赤い舌と赤い爪で威嚇する金色の獅子が描かれている。紋章の創設、現在の形の紋章は、1935年7月1日に、ヘッセンラッサウ州の州知事によって認可され、1983年9月30日に、ヘッセン州内務省によって確認された。同時に、別の文書で、バイルミュンスターに、マルクトフレッケンの肩書きを使用する権利が与えられた。 紋章の教会は、バイルミュンスター福音主義教会を表している。七つの長方形と金の獅子は、旧ナッサウ公領の紋章から取られた。現在の紋章は三十年戦争直後から用いられていたことが証明されている。旗登りの地色は、オレンジ色と青の二つのレーンで、上から一、三の箇所に、町の紋章が描かれ、地色が左右入れ替わる。 オレンジ色と青の配色は、旧ナッサウ香料を想起させる。特定のイベントでは、町の紋章の代わりに、バイルミュンスターハーネと呼ばれる旗が掲げられる。旧アムツハウス旧ナッサウのアムツハウスバイルミュンスターの旧アムツハウスは、町役場と福音主義教会の向かいに立つ、半節つま屋根と胸の上の六角形の小塔を、有する木組建築である。 この建物は17世紀に建設された建物で、町長の役宅であり、裁判所であった。1772年から1822年まで、この建物は学校として利用された。少年クラスと少女クラスが設けられていた。1822年から1915年まで、バイルミュンスターの校舎となった。1915年から1965年までは、 住居として利用された。1969年から1974年まで用途変更のための準備作業が行われ、1979年、80年に改修が完成した。現在この建物は土木監督局及び戸籍役場の所在地となっている。このアムツハウスに増築されているのが、かつてのパン焼き小屋である。風変わりな屋根を持つ、この小さな建物は、 牢獄、万平の詰書、夜景及び地元の羊飼いの小屋として使われていた。バイルミュンスターの福音主義教会が和冒頭を持つ、福音主義教会バイルミュンスターの福音主義教会は、長堂とは、独立した形の十二、十三世紀の旧側冒頭を有している。内陣と長堂は1511年に完成した。1790年に、バロック様式に改築された。 三面のバルコニー遺跡と献金箱は1654年に、説教団は17世紀に、オルガンは1776年に、宣令半代は18世紀のものである。古典主義様式の町役場は1810年頃に建設された。1915年までこの建物は学校として利用された。この建物は第二次世界大戦中の1944年に破壊され、 戦後に一部再建された。バイルミュンスター郷土館郷土館は1700年頃に建設された軒川を道路に向けた二戸建ての住宅である。この木組建築は入り口と角の柱に彫刻が施されている。両形模様や編み込み模様で装飾された明かり取りの塔は1837年にその存在が証明されている。この建物は 現在、バイルミュンスター郷土協会の郷土館として利用されている。この町には、郷土館の他に多くの木組建築がある。地元では、レーマー塔とも呼ばれるキルベルク塔は高さ約20メートルの塔で、町の約25メートル上の高台に位置している。この塔は、中世のバイルミュンスター防衛施設の一部の見張り塔であった。この塔は1600年頃から存在している。 近くには防壁の遺構も存在する。この塔は1986、87年に修復された。バイルミュンスターは400年以上前から市場開催権を有しており、現在もこれを活用して活発な風習が残っている。春の市、農民市、マルティーニマーケットは多くの大衆を魅了している。この他にバイルイコールマラソンのようなスポーツイベントや、 バイルタールの自動車のない日曜日は常にこの街に多くのゲストを引きつけている。ビートスクリーニクムバイルミュンスタービートスクリーニクムバイルミュンスターは680床のこの街の大きな雇用種である。2番目に大きな雇用主はアウデンシミーデの自動車部品サプライヤーケムデコレーティブコンポーネンツ GMBH である。これに 道路工事会社及び数多くの中小企業や手工業者が続く。バイルミュンスターは、軍内で最も森の豊かな町である。バイルミュンスターエリン所は、周遊林の他にリムブルクイコールバイル軍及び、ラーンディル軍の南部に位置する12市町村の森も、管理している。バイルミュンスターは、バイルブルクを経由して、バートホムブルクフォア、デアヘイエに至る。 連邦道 B456 号線近くに位置している。フランクフルト空港までの距離は約6 0トルである。1990年までに解体された鉄道、バイルブルクグレーベンビースバッハ線はバイルミュンスターを通っていた。市街地から離れた固有の駅の他に温泉施設はバイルイコールクアハウスという名の別の駅を有していた。 この町でラウブゼシュバッハ駅の支線が分岐していた。やがて全ての線路が完全に撤去され、その軌道跡は多くの部分が自転車道、遊歩道のバイルタールベークの建設に利用されている。ラウブゼシュバッハ駅の軌道跡も現在はハイキング客、サイクリング客、インラインスケート客に利用されている。バイルミュンスターには鉄道の最後の名残として、 駅舎とレンガ作りのトンネルの入り口が存在している。2007年8月まで保存されていた高架橋の石造りのアーチは道路拡張のために場所を譲らなければならなかった。鉄道グレーベンビースバッハ、ブラント・オーベルンドルフ線の再開に関連して、バイルミュンスターの鉄道路線への接続も検討された。しかし、この計画は具体的に進展しなかった。 バイルミュンスター地区には、ラウブゼシュバッハに文校を持つ、基礎家庭学校がある。この他に、本家庭学校、実家学校、第5学年から第9学年までの、ギムナジウム部分家庭の共同型総合学校がある。バイルミュンスターの生徒の多くは、バイルブルクの学校に進学する。ありがとうございます。